こんにちは、木田しおりです。こんにちは、渡辺です。今日は、リクエストにいただいた、自分でできるパーティーヘア、ちょっとこう、そういうアレンジをやっていきたいと思います。はい。お客様で、結構なんか結婚式が、また復活というか、ちょこちょこなんかこう来ていただいたりとか、なんかあるみたいなリモートで参加するとか、そういうのが、ちょこちょこ聞いていて、でまぁ、ちょっとまだなかなか美容室に来るのも怖かったりするかなとも思うので、ちょっと自分でお家でできる、パーティーとかちょっとこう華やかな感じのヘアアレンジを今日はやっていきたいと思います。はい。なのでよかったら参考にしてみてください。はい。それでは動画スタート。ヘアオイルを使います。4滴出します。髪の毛全体にオイルをなじませます。ブラシでしっかりなじませます。耳後ろで両サイドに分け取ります。真ん中の髪の毛を後頭部の位置で一つに結びます。ゴムを下に少しずらして、真ん中に空洞を開けてくるりんぱします。内側の箇所を2箇所ずつほぐします。表面の部分も少しだけボリュームを出します。サイドの髪の毛をくるりんぱの上で1つにまとめてゴムで結びます。ゴムを少し下にずらしてくるりんぱします。下のくるりんぱの中に上の毛先を入れます。上のくるりんぱのまた内側2箇所をほぐしていきます。下の毛先の部分を半分に分けます。2つに分けた毛先を上に持ってきてゴムで結びます。ゴムを少し下にずらして空洞を作ってくるりんぱします。毛先をギュッとして一箇所ずつほぐします。最後のゴムの部分にフックをつけたら最後にスプレーを振って軽く整えたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。はい、一見ちょっとこう難しそうに見えるかなと思うんですけど、使ってるのはゴム3つで、やってることは編み込みっぽくは見てるんですけど、くるりんぱしかしてないので、意外と簡単にできると思います。とね、ヘアフックもつけてね、ゴムの部分つけたらちょっと華やかにもなるし、毛先もちょっと巻いててあげた方が、より、華やかに見えるかな。
って思いますので、よかったら合わせて参考にしてみてください。はい、はい、ではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。